今日は新企画、ジャイアント和樹しか知らない世界、僕が表演と紹介するってことですかね。そうです、そうです。カモン、カモン。本当だ。今日はジャイさんの試合の時の荷物紹介、はい、横浜タケルとかミラーズで、はい、結構大荷物で移動してるのを見るので。そうなんですよ、大荷物なんですよ、ゴールキーパーってね。何が入ってんだろう、ゴールキーパー荷物多いイメージあるわ。肘当て、膝当て、うん、子供の時とかはやっぱ土のブランドが多いんで、昔なんかだってゴールキーパーの長袖のシャツとかこうついてたもんね、パッと。ああ、そう、パッとね、そういうイメージしかないんで。ジャイの試合の日の、持ち物紹介やってるのか。いいよ。散々表チャンネルで言われてたんですよ、ジャイさん試合の日何持ってってんですかとか、うん、もう全て今まで無視してきました。完全フル無視してきました。それは理由があるんですか。マッスーが面白くないって言ったからです。だけどマッスーの判断間違ってないと思います。ただこれもしかしたら間違ってたかもしれないって、この裏側の再生数の証拠になりますから。だからこれもしかしたら俺がマッスーに頭を下げるかもしれないし、もしくは何本目か以降でマッスーに謝罪をさせてるかもしれない。確かに、はい、マッスー知らないところで勝手に叩かれてる。じゃあもう早速並べていきます。そうですね、警察の押収した感じでもう並べていきましょう。けどまず下着からはやめて。はい、じゃあこちらユニフォームセット、アウェー側のね、はいはいはい、紫ユニセット、紫ユニセット、はい。あ、おいくらから始めますか。じゃあ15,000円から。15,000円、15,000円、上がらない、札が上がらない。15,000円でハンマープライス。ハンマープライス知らないでしょ。知ってたおじさんだよ。ピンクの方はもうね、使いまくってるんで劣化がすごいんですよ。でこれたびたびに話題になるんですけど、ソックスがもう色がね、抜けすぎちゃって、こんな色になってます。7、8年ものですよ、これ。でも今ほら、うん、靴下カットしてインナーソックス履くのが主流なんで、うんうん、アイディアグッズ、うん、秀逸だよね。はい、靴下はショートソックス履くんですよ、はいはいはい、これぐらいのショートグリップがしっかりしてる、グリップソックスだって、うん、でそこの上からこうソックスかぶせてやるんですけど、このジョイント部分、今までテーピングだったのがこのね、うん、靴の中は止めるやつで、ちなみになんですけど、元のソックスの色とかってこれなんですよ。本当に？いや、本当本当。最近入団したキーパーのユニフォーム見るとみんなこの色っす。カントリーグって結構厳しいじゃない？はい、チェックが、はい、スパッツもさ、インナーの中も全部同色じゃない？はい、これ同色してみなさい。同色っすよ。これもですね、ベンチに入るときにビルス必要ってことで自前で持つっていう、なんか知らない間に7番になってます。9じゃなくて、はい。じゃあ次これかな。シャーン。これロマイの、レインジャケット、これがね、やっぱね、めちゃめちゃ便利なんですよ。今年ゲリラ豪雨すごかったやつが、そういう時は結構気温下がるんですよ、うん、でこれ1枚あればもう寒さもしのげるんで、夏でもね、これ持ってきますね。常にね、やっぱ最高のパフォーマンスを出すためにこれめちゃめちゃいい商品なんでね、これリンク貼っておきましょう。次はですね、これウォーミングアップの時の練習着のセットですね。まずこれロバイの長袖インナー、これ結構ね珍しいんじゃないですかね。これベースボールの野球用のスパッツ、スライディングスパッツですね。しっかりしてそう、生地がワッフルみたいな。なるほど。あ、まあ、これは衝撃吸収というよりかはまあ、サッカー経験者とか分かると思うんですけど、スライディングした時ここがハンバーグと言われる、ハンバーグ、ハンバーグってなんか擦り傷と火傷のなんかミックスみたいな、痛そう。ハンバーグって言います。お風呂しみしみです。しみしみ、もうもうね、信じられない痛みですよ。もうこれに出会ってから全くできてない。あ、そう。一切できない。これ履いてないでやってる人たちも後おかしいと思う。ゴムの部分とか見ると結構使ってるなって感じあるんですけど、はい、ここの守るべき部分全然破けたり、ああしないっすね。確かに。ただこれコメント入るんですけど、ジャイさんが履いてるなんかその七分のパンツどこで売ってるんですかって言われるんですけど、これ別に七分じゃないんですよ。これロバイの、うん、ジャージの下ですね、うん、これ意図的に俺上げてるんですよ、ちょっとこうやってツンタラズではないですからね。なるほどなるほど。これこの間着てたやつじゃん、はい、そうです、これ練習着というような新しく立ち上げたスポーツブランドパンゲアというもので、うんうん、はい、多分この裏側放送時にはもう発表していると思います。
ちょっといろんなデザインあるんですけど、今日はこの2着持ってきました。なんかこの間見させてもらったんですけど、数種類ぐらいありますよね。デザイン作ったら18種類あるんですけど、販売するのは全部で、16種類かな。めっちゃ多いな。じゃあ欲しい方は、はい、リンクということで、はい、概要欄からチェックお願いします。かっこいいね、これ。いいね。パンディア、はい、どういう意味ですか。意味としてはですよ、パンディア大陸はあります。大陸移動説、アジアとかヨーロッパ分かれてますから、あれがもともとは1個の大陸だった話あるんですよ。で、その時の1個だった大陸の方がパンディアっていう、まあ、なんかこう今あるものとものをこう合わせていいものを作ったりとか、人と人とみたいなところでパンディアって名前が付いたんですけど、このまあウェアのコンセプトに関しては、なんか僕の中では自分がなりたい姿になったりとか、こう思い描いてる姿になるときに、なんかこうユニフォーム着たりとかしていくんじゃないかなと思って、なんかこう非日常を着ていくみたいな、そんなコンセプト。はい、じゃあ次行きまーす。はーい。で、これちょっと小道具セットですね。まずですね、これスネ当てがまず3つ出てきます。で、これ昔から使ってるスネ当て。で、こっち新しいナイキ。ディアオールさんっていうところからね、作っていただいて。ちょっと間違ってしまってね、洗濯機でガツガツ洗ってしまったら、全部剥がれしまったっていう。そういう、あれデザインじゃないんじゃないです、これは。これ普通は剥がれませんので、これはね。これタケルオリジナルで、これスネ当てなんでこんだけあるかっていうと、忘れる人がいるんですよ、たまに。いやー、わかる。はい、だいたいね、2個持ってる人いるの。俺らもう3つ持ってますから。こちらがですね、まあ、ソックスなんですけど、まあ、名前がね、フィーチャーズかな。アメリカのランニングソックスで、なんかシェアナンバーワンらしいんです。これね、グリップついてないじゃないですか。グリップがあるかのような噛み方するっていう。これね、全然おすすめです。これを、まあ、白と黒、まあ、これその日の気分で買える。で、寒い時用に一応ネックウォーマーがあると、うん。これね、結構アイデア商品なんですけど、これ、アレフリアさんだったかな、グリップソックス出してるところなんですけど、すね当てレガース入れみたいな。レガースって、ソックスだけだと中でずれるんですよ。おうおう、ずれるんですけど、これ足に履いて、すね当てを入れるんですよ。これ便利だね。うん、はい、なんでみんなこれ使わない、まあ、知らないんじゃないですかね。意外とね、これ量販店とかに売ってなかったりするんで、こういうの。ネットだけ売ってんじゃないですかね。多分ね。まあ、これの白と黒も一応両方持ってると。はい、これはよくジャイがつけてるヘアバンド。これナイキのヨガバンドですね。で、あとこちらテーピング。うん、これがまず片面ですから、まだ。これ片面。はい。試合行くだけでこんな持ってくるの。これタオル。タオル。はい。日焼け止め。スケルムードとビオレ。こちらね、ユーフィットミニ。あ、いつも使ってるやつね。はい、リーサミニ。これちょっと使ってみたかったんでね。意外とこれね、ちっちゃいやつってモーター弱いんですけど、押し込んでもへたらないですよ、こうやって。ちょっといいですか。はい。これユーフィットはね、フロンターレとかが、多分提携してる。ああ、いいね。はい、この大きさでこれいいね。はい。買い替えようかな。ジャイアントチャンネルの概要欄からね。あ、わかりました。はい、クーポンも書いてます、ね。なるほど、はい、はい、そしてこちらね、お風呂セットでございます。サロニアのヘアドライヤー、ね。チームにもあったサロニア。はい、で、一応使い捨て歯ブラシと。ケースでかすぎるんですけど。ファンケルの粉洗顔。あ、これおすすめ。はい、これに入ってんの？はい、いや、これこう？いや、めっちゃ入ってんですよ、60個とか。はい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 、めっちゃ大量あるんですよ。ちょっと、はい、近くになったケースでしょ。なるほどね。ペルムータの化粧水、うん、であとこれ N ドットのヘアオイル、ミシャの、ヘアオイルかな。で、ファイテンのメタックスクリームね。バイタスのシャンプー、オメガシャンプー。で、あと一応日焼けめっちゃした時用にメディシールのパック。さあ、そしてこちらですよ。かわいいの出てきてる。ダーン、グローブですね。全部グローブですか？全部グローブです。大体4足ぐらい持っていきますね。僕洗濯機だったんですよ。このまま洗って、このままここで干すんですよ、だって。僕のイメージしてるキーパーグローブと違うんですか？ああ、まあ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 、そうでしょうね。これはイメージに近い形ですね。はい、キーパーグローブって、はい、どんぐらいのスパンで変えていくの？早い人だと1ヶ月もあったらって感じかな。1ヶ月、まあ、毎日使ったらそのぐらいになっちゃうんですよ。1ヶ月持つかなぐらいですよ。そんなあれなんだ。はい、わあ、キャッチしてみたいよね。うん、キャッチしてみたい。ペットボトル投げてもいいですか。いいですよ。両手になっていきますよ。いいよ。ほい。はあ、わかります。違いわかる。違いわかる。はあとか言ったけど、でもこれでわかる。見て見て、うん、動かないの。親指でかけてる。でも力かけないでも
いけちゃうよと。海外の、あの、プレーとか見てると、なんか、ツバつけて、あれってどうなんですか？あの、水分ちょっと含ませた方がグリップ上がるんですよ。滑りそうだけどね。そう、でも、ある一定のライン超えると、逆に滑っちゃうんですよ。難しいですね。そう、難しいです。はい。で、あの、雨の日とかは、滑りやすいと思う。雨の日滑りやすくなっちゃうんですね、どうしてもね。そう。で、使ってるだんだんね、乾燥してきちゃうんで、うん、その乾燥しきっちゃうとも、それもまた滑るんですよ。で、大体前半後半付け替えますね。もう自分の汗とか、あと雨の日とか、はいはいはい、もう、びちゃびちゃになっちゃうんで。それで、よくなんか聞かれるんですよ、俺。キーパーグローブ何がいいんですかって。自分がミスした時に、まあ、このグローブだったらしょうがないな、納得できるものがいいと思う。だからグローブのせいにしちゃうんじゃなくて、まあ、このグローブ自分で選びつけて、まあ、これでミスったら自分の技術のせいだなって思えるグローブだったらいいかなって思って、僕はこの SJS はそういうグローブだと思ってます。こっちですね。ダイソーのゴミ袋。控室からあの試合のベンチのところにも荷物持ってったりも使えますし、はいはい、まあ、終わった後 の、 あの汚くなったユニフォームとか、うん、そういうのも全部入れる。雨の時もこうやって入れてね、はい、縛っとけば濡れないし。そう、キャンプって一緒っすね。キャンプです。確かにこの荷物の量もね、はい、キャンプだね。隙間があったらその日によって一足二足に変わるんですけど、あとスパイクが入ります。ああ、そうだよね、はい、これは今直近1試合でしか使ってなくて、これがあの噂の 31cm のバンドブルーなんです。なるほど。これナイキ ID ですか？これナイキ ID で作りました。これあの下がね、AG ですね、これ。人工芝用のスタッド。芝によって違うんですか？違います。違うんです。天然芝用と人工芝用と。そうなんですか？じゃあ何層も持ってなきゃダメってことですか？そうです。素材の材質が違うんですよね。あとポイントの数が違ったりしますね。あのこういう高さもあるよね。そうです。高さとこの形状も違う。天然芝とかはもっとこう、なんていうのかな。細いというか、人工芝の方が滑るんですか？滑るんですか？人工芝は食いやすいんですよ。で、天然芝の方が滑ります。土が、HG ハードグラウンド。ハードグラウンド、もう、ね、一緒っすよ。ハードグラウンドですね。その話発展させました。一応これあのキャモイパークでやるという想定で今日持ってきました。あの最終戦のキャモイパークなので、はいはい、それをイメージして、今日も試合の日だと思って用意してますから。糸丸からキャリーに入ってる内容物。続いてですね、はい、あの入りきらないでこのね、ナイキのあのバッグ使うんですよ。ね、これもパンパンですけども、スパイク2足目ね、これ同じです。こっちは使ってますね。同じだ、本当だ、はい、なんで基本こっちアップで使って、試合はこっちっていうことですね。こちらですね、アップシューズナイキティエンポー、たぶん 30cm なのかな、これ。そしてこちらがですね、あの勝利者賞用のバイタス製品ですね。シェイカーとプロテイン各種、はい、個包装のプロテインが、これ飲んでみたかったの。バーッとハイベリーでいて、これ個包装のシャンプーも入ってさっきのやつですね。これ勝った時に MVP の選手にあげる。年はね、なかなかあげれなくて、ね、担当者の方ともちょっと苦い顔をねしながら大人のちょっとあの気まずい感じが出ましたね。なるほどね、うん、こちらこれも夏、今年もねずっと暑いんですよ、うん、でこの中にまず蛍光補水液、これ1試合で少なくとも4本ぐらい飲みますね。我々キッチンカーの中も OS さんの、はい、あ、本当ですか、ね、常に常にね、はい、こちらイオンウォーター、これ試合の直前まで飲みますね、移動しながら。うん、でこれとバイタスのプロテイン、試合後のやつですね。でこれあの試合前で飲みます、クレアルカリンっていうあのクレアチンの、なんか吸収しやすいやつ、これあの9錠飲みます。もう試合前、試合後に飲むんですけど、これ筋合成流すためにあのビタミンとか、その日にはちょっとサプリ結構持ってるんですけど、サプリを入れるケースです、ね、これね、おすすめなんですよ。体調管理するのにとんでもない量の乳酸菌が入っている。1粒100億個。100億個、はい。で、これのなんかいいところは、乳酸菌のその加工の仕方が結構テクイらしくて、なんかね、うまくこう腸の方に通るらしくて、これ飲んでから本当あの元気なんですよ。どこがどこか体が体が全身がこれだとボーロもあるんです、これ。ああ、いつも食べてるんですか。はい、あのボーロもともと好きなんですけど、もうこのボーロ出会ってからもうすごく、元気になってます。どこが全身が全身が元気になってます。これちなみにどこで見たことない。見たことない、どこで。これあの紀ノ国屋とかかな、主婦の方が開発したアイテムです。え、すごい。はいはいはい、すごい。あカメラを見た。カメラを見た。どうしたどうした。衝撃の瞬間。どうした。おいジジイども。あ、これ紹介し忘れました。はい、インゼリーね。
で、最後これですね。こちらです。これで夜の調教するんですか。はい、これ、ね、夜の調教する方ですか、される方ですか。される方ですね。これね、ゴムチューブを使って、まあ、これウォーミングアップで肩甲骨を後ろから通してこうね、やったりとか、いろいろね、刺激を入れるためのものですね。懐かしい、なんか柔道部の時、これ引っ張る練習したもん。それをなんか縛りつけて、はい、こうやって引く練習やるんですか。はい、これでジャイアンツの手術終わりかな。ああ、素晴らしい。わすごい量。じゃあこれを持ち歩いてるってことだからね。はい、持ち歩いてます。毎試合持ち歩いてます。そりゃあんなガラガラ引っ張ってくるよね。そうっすね。だからウィザーズの現場でも一人だけ荷物多いですね。タケルでも多いかな。これ実際の写真です。なるほど、なるほど。いい顔してんな。いい顔してるね。え、ちょっと待って、他のゴールキーパーの人はこんなに多くない。僕は結構多い方ですかね、うん、基本キーパーの方は多いんですか、うん、だからフィールド選手って意外と色かぶってなかったらホームホームでやったりするんでアウェー持ってこないやつがいるんですよね。ほんとこんぐらいのバッグで来るやつですよ。信じらんない。キーパーグローブじゃ壊れたらどうするのとかあるんじゃないですか。しっかり備えて、うん、ミスが許されないポジションなので何があってもいいように備えてる。そうでございます。備えあれば憂いなしですね。勝てない。憂いてるね。憂いてる。再来週最終決戦をね控えているということで、勝てば文句なしで自動降格圏は脱出なんですけど、道着だけですか柔道家は。道着だけ。基本的には冬は柔道家特殊の着るものがある、はい、ボンネル。え、ボンネル。ボンネル。ボンネル。冬ってさ畳すっごい冷たいの、うん、大会とか行っても、はい、会場体育館とかで寒いんで、うん、靴下履いて、はい、みんなボンネルを着てアップするんですよ。今はでもどうだろう。昔は柔道着の下はノーパンでした、うん、みんな。ノーパン、はい、どうやって守るんですか。だって擦れるじゃないですか、うん、痛いじゃん。だって今は多分ハイテクなね、やっぱインナーがあると思うから。ハイテクでややこしい。ハイテク、ハイテクパンツハイテクね。パンツハイテク。でも我々が高校生とかみんなノーパンが主流。絶対痛いよね。昔は多分オリンピック選手も多分ノーパンだったと思う。強いんだな、やっぱ股間も。柔道家そこも鍛えてる。鍛えるのかな。鍛えられるんじゃないですか。痛くないの。そんな変わんないアイテムも入ってなくて、しかもなんかこう動くじゃん。摩擦係数が高いというか、摩擦係数がね。だから気になったことないね。そう言われてみると、じゃあ強いんじゃない。強いんですよ。強いのかで柔道家は柔道家強いかもしれない。ね、なんかどうやるかわかんないですけど、さっきのゴムチューブでちょっと試したいですよ。柔道の人ってイメージがプールバックみたいなので言ってるイメージなんですよね。なんかそれ、それさ、昭和すぎるね。そうね。そう、だからこう、なんかこういうやつで言ってるイメージなんですよ。なんか道着をなんか、帯とかで、それもある。それもあるね。そんな人いない。え、いないんすか。あ、で、下駄みたいな履いて。そうそう、カランカランって言ってるイメージ。そんな人いない。漫画や。で、なんか、口がなんか葉っぱみたいな、なんか。ドカベンじゃん。もう野球だよ、ね、他の部と比べると、はい、ハイテクではなかった、ね、視聴者さんのなんか所属したりとかの違いとか。あ、確かに、ね、なんか欲しいね。そういうのね。なんかこれよりもっと荷物持ってきますよみたいなね。いや、そうだね。競技はちなみに1着しか持ってかないです。持ってない。試合だったら1着です。え、じゃあ何試合かちょっともうびっちゃびちゃ対びっちゃびちゃなんですね。びっちゃびちゃになるんで。少なくとも森さんはびっちゃびちゃ。びちゃびちゃではないです。あ、びちゃびちゃならないかと。ならないですね。あ、もうクールに決めていく。一瞬で終わるってことね。終わらせられる。汗かく間もないっていう。昨日終わってたみたいなね。週末ね、ほんとこの装備であの試合迎えますから、私はちょっと頑張りたいと思います。ラスト勝てるようにちょっとお二人これちょっと触っといてもらって、負けたらもうこの二人のせいですから。おお、ごめん。バンバンバンってやりたい。そうね、後ろからね。やっぱ柔道部の試合前にバンバンバンバチッと頑張りますよ。はいはい、安流頼みます。お願いします。ということで皆さんもね、こういうとこ違うよとかあったらぜひコメントお願いします。お願いします。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントで、あの、私の僕のスポーツはこういうの持ってましたよ。あ、いいですね。ぜひ見てください。あらしゃ、あらしゃ、あらしゃ。次回の裏側はまたまた新企画ということで選手権。